まあ、なんでこんな緊急に配信したかというと、ですね、えーまあ、もうどこから話そうかっていう感じでございますけれども、あのですね、もうこれ話していいのかね、もう息きなしね、はいあのー、新シーズンの開幕、えー、の直前でですね、あのー、アーセナル本が出るんですよ、もう1冊、はい、アーセナル本が出ます、もう。 嬉しいね。もうこの開幕という最高のタイミングでも、これ僕から言っていいんですよ、これ。<laughs> 僕から言っていいのかなっていう。はい。アサルモンが出るんですよ。はい。でですね、ちょっと私、プレちゃん亮ですね、えー、ちょっと、あの、大役を任されまして、あの、いつもお世話になってる、あのエル・ゴラスさんからですね、えー、出るわけでございます。エル・ゴラスさんからですね、えー、アサルモンが出るんですけれども、えー、ちょっとですね、あの、アサレ雑誌ですよ。雑誌。 あのマジで取り行こうや、トロフィーをっていう、はい、私が出るわけでございます。でですね、そこでですね僕は大役を投げられたというか、む、えーまあ、無茶ぶりを振られたというか、まあ、乗ってるポスター、ちょっと選んでやって、はい、あのー、今から何が言いたいかっていうと、あのポスターになる写真、みんなで選ぼうぜっていうわけです。はい 乗ってるポスターを今から選びますはい <laughs> みんなで選ぼうっていう,うわあわあいいとこつくなお前らなあいいとこつくなお前らうまいなちょっと待ってお前ら写真見つけんのうまくないなあななプロやん写真見つけプロじゃんこれ うわちょっと待って個人的に、ごめんなさい、これ最有力出ました。皆さんこれ何戦だと思いますまあもう書いてあるんであれですけど、これ最終節ですよねえこれ最終節よ最終節のエンジンで旗よちょっともうなんか、なあこれ、ちょっともう、 泣けるぐらいかっけーよなここに俺入れたバージョンここにだから俺がもうもうだから俺でも完成品はこうよフラッグのとこに俺はこういんのよでこれみんなに飾ってもらおうもうこれ最高やんおおでもちょっとなんか混ざってる感あるよなこうやってなほら <laughs> これこれでいこう もうここに、ここに。じゃあ、俺を入れて、どれだけ盛り上がるか、勝負みたいなとこあるか、うんちょ。ちょっとこういう、こういうポーズでもいいし。ちょ,ちょ,ちょっと、ちょっとここういうポ、こういうポーズでもいいしね。ちょっと。うん、悪くないわ悪くない悪くない全然、これ、俺がいても盛れる。うん、<laughs> 一瞬でゴミになった <laughs>。ゴミは言い過ぎだろ、お前、ゴミはよ。こ<れ>お前ら、マジで、本当にこれもう。 YouTube 版になる可能性あるんだからね。お前らが敵とないとう一回ちょっともうこれあれだもんな。一回、こっちチェックする必要あるからな。<laughs> 考えてみたら。これ本当に YouTube に流していいのかどうかって。いう一回チェック挟んでからもう見せようもうこれ。はははははいいわけねえだろこれでおいネタ込みでこれって何だネタ込みってネタしかねえだろこれ 見ますかこのアホが送ってきたこれだよこれこのポスター誰が買うねんマジでもうおいめちゃくちゃ悲しいだろこれ一番いらないってサウスゲートお疲れポンでもこの写真にしねえよ俺マジで悲しいからこれ哀愁やばいでしょこれ見てるだけでちょっとウルッとしてくるからこれ ただまあサウスゲートボンでもこれにしないでだから <laughs> こんなリスペクトのかけらもないもうダメですもうこれもうダメですもう,もうお,前お前らマジホントあれだからなマジで信用しないからな三3 2 0円スーパーチャーでごますアーサルといえばこれ一択です本当もう一気に君ら疑わしくなってるよ今俺はい <laughs> もうダメですもうもうダメですもう終わりよ スパチャでこれやり始めたら終わりよ。スパチャでこれやり始めたら、お前らが好きな写真紹介のコーナーじゃないのよ。ねえ。<laughs> この後に及んで、この後に及んでこれ。なんでアーサルといえばこれなんだよ。いつで止まってんだよ、アーサルが、お前の中でのこれ。まだようあったな、ほんでこれ。<laughs> マジで。 2425行くぞーアーセルモンダポスターこれだったらどうすんだよほんでこれをさ、もうツイッターのアンケートをやったらこれ万が一選ばれたらどうすんのほんとに。俺責任取れよ、マジで。ほんとに。ああ、もうこれあれだよ。もうほんとに、めちゃくちゃいいやつが埋もれていくぞ、これ。ほんとに。 えー、次ログナサ322円ですむいますこの番号おすすめですあと朝ーーで行くたびに彼女と別れたカラフィオリに涙であれってあれってさなんかもうあり <laughs> なんかなと思ったけどなあれだだいぶだいぶやっちゃいけねえことしてんなってまあその涙ぐましさはあるけどインスタストーリーであれは早すぎやろ感はあるけどな,なんか Z 世代を感じだよね サゴエ君チャールズ・サゴエ・ジュニアとかヌワネリあたりが入ってるルイス・スケリー君とか入ってるあれトミーいないこれトミーいないねトミーマジで怪我ったってガチなんこれ <laughs> トミーいないじゃんトミー・セット・フォードはいるけどね別のトミーはいるけど いや膝怪我したんだけどあれどこまで本当なのかなと思ってたんだよなんかマジでプレシーズンいないぐらいあれなのかなっていうあらら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 ら解明した解明したねもう諜報戦始まってるいいね2425始まりましたねこれね地動日の話終わったもう地動日に関してはもう俺はすげえ悲しいけど前へ進むもう仕方がないそもそもだってイングランド ア人というかデンマークとかも入ってるしなんかそこまでなんなんだろうねあのー、まあ、アカデミーの子なんでっていうある種の割り切り感はちょっとあるかな僕はなんでもうアカデミーのユースの子はもうしゃーないなっていうだからだから今いるユースの子をもっと大事にしてやってほしいと思いはあるけど<あ>、えー、青さ320円すればありがとうございますりょうく楽しい時間をありがとうめちゃめちゃアーサルボン楽しみにしてるよということでありがとうございます いやね、もうぜひみんな買ってね、まあ、もう、グーナーは,それはみんな買うと思うけれども、改めて皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします。